ポール・エメット・ポール・ヒュー・エメットは、アメリカ合衆国の科学工学者、オレゴン州ポートランド生まれ、オレゴン農業大学で学士号を取得後、カリフォルニア工科大学で博士号を取得。同じく、オレゴン農業大学からカリフォルニア工科大学へ進んだ、ライナス・ポーリングとは親友であった。1976年、ポーリングの妹、ポーリンと結婚した。 1937年、ジョンズ・ホプキンス大学科学工学科学課長に就任。1943年に、同大学を去り、マンハッタイ計画に参加。ウラン238からウラン235の分離技術の開発に関与した。メロン研究所で研修を受けた後、1955年に、ジョンズ・ホプキンス大学に戻り科学科の W.R. グレース教授職に就任した。 また、アメリカ合衆国内外で科学に関する様々な委員会、協議会などに積極的に参加した。主な業績にベッドの吸着等音式の導出、アンモニアと鉄窒化物に関する研究、及びその他の詳細な諸実験などがある。1966年、レムセン賞受賞。1971年、エメットはジョンズ・ホプキンス大学を退職。 その後、ポートランド州立大学科学科で研究教授に就任し、土壌表面積や石体空撃率といった新分野の研究、触媒反応に関するセミナーや上級コースの講義を行った。ありがとうございます。